どうもワニです。そしてこちらは俺が今経営中のね爬虫類館のリクガメの放牧場なんですけども、こちらで飼育している、はい、この大きなアカアシガメ、まあ、視聴者さんから相談をいただいて引き取らせていただいた子なんですけども、今までねこの子オスだと思って飼育してきたんですけども、なんと今度この子はねメスだということが判明しました。なんで判明したかっていうと、ある日この子がねいきなり卵を産んでたんですよね。まずはねそちらの映像があるんでご覧ください。尻尾の先の方にある総排泄口という穴から卵が出てきています。普段本当にちっちゃい穴なんですけどね、卵を産むときこんなに広がるの痛そうですね。総排泄口っていうのは、爬虫類は穴が一つしかなくて、卵もうんちもおしっこも全部その穴から出るんで総排泄口って言うんですよね。その証拠に卵をかえて出た後、そのまんまうんこも出てきてます。だからこうやって逆にね、卵がちゃんと出てくれないとうんこが詰まっちゃって、お腹の中でも腐っちゃって、それで死んでしまうってこともあったりするんですけども、こうやって無事にね卵を産んでくれてよかったですね。これで詰まりは解消されました。はい、というわけでね、この子がね卵を産んだんでメスということが判明しまして、今度こっちの子、もともとうちで飼っていたベニーモ君の方は、まあ、チンチンを出したことがあるんで、この子はもう 100% オスなんですよ。だからこの2匹でなんか繁殖とかしてくれたらいいですね。カメのオスメスの判断ってお腹のへこみ具合で大体判断することが多いんですよね。そう、カメの交尾ってこんな感じで、まあ、メスの上にオスが乗っかるんで、このね甲羅にフィットするようにオスの腹骨、お腹の部分ってへこんでるはずなんですよ。この子結構へこんでるんですよ。わかります？これこんな感じでちょうどなんかもうオスみたいにここにメスの甲羅がフィットするんじゃねえかってぐらいへこんでたんで、オスだと今まで思ってたんですけど、このへこみ方でもメスなんですよね。そんでこっちのもうオスのねチンチン出してた方のベニモ君を見てみると、なんならこっちの方がへこんでないぐらいなんですよ。こいつはへこんではいるけどどうなんだろうな、がメスでもオスでもおかしくないなぐらいのへこみぐらいだって分かんなかったんですけど、こいつもうこんだけへこんだら絶対オスでしょと思ってたらメスで、そう、赤足の雌雄判別ほんとよく分かんないですね。卵を産んだ後はね、体の中の栄養を卵で使っちゃってると思いますんで、しっかりとご飯を食べて精をつけてもらいます。うん、いい食いっぷりです。ちっちゃい方のねオスのベニーモ君はまだそんなに年がいってないんで、性成熟してないと思うんで、まあ、繁殖できるようになるのは数年後かなと思うんですけれども、どんどんご飯を食べて大きくなってほしいですね。いや、しかしほんとこの子ね、赤芋ちゃんね、あのキアシガメメスの子を入れた時に結構反応して、もう目の前で首を振ったりもしてたんで、それは異性に対するアピールなのかなと思っていたんですけど、メスだったんですね。あれは何だったんですかね。なんかもう女同士の威嚇だったんですかね、戦いだったんですかね、わかんないもんですね。尻尾の太さとかもね見てみたけど、なんかオスでもメスでもそんなに変わってるように見えなくて、見た目じゃ本当に全然わかりませんでした。でこの後もねしばらく見守っていたんですけども、卵は結局産んだのは1個だけでした。じゃあこの赤足顔の卵をね濡らした水苔に入れて、こちらのインキュベーターにしまいます。でこのインキュベーターがねすごくいいやつなんですよね。こちらねボールパイソン専門店のデューレプテルさんが受注予約で販売をしております、もう高級インキュベーターでして、このワインセラーみたいなめっちゃおしゃれな見た目なんですけども、ワインセラーじゃないんですよね。まあ、ワインセラーってだいたい5度から20度ぐらいなんか冷やした温度しか設定できないと思うんですけども、こちらはね5度から37度まで、冷たい温度からあったかい温度まで管理できるインキュベーターです。まあ、操作がねすごく簡単で、こちらの上の操作パネルでこの上のボタンを押せば温度上げれるし、下のボタンを押せば下げる設定ができる。でライトのオンオフもできまして、こちら電源ボタンですね。すごい分かりやすいですよね。これで本当に5度から37度まで設定できるんで、まあ、大体ね爬虫類の負荷は30度とかそれぐらいで設定すればいいですし、卵の管理だけでなくて涼しくできるんであれば
爬虫類を交尾する前のクーリングもできますし、まあ、この中にね、まあ、山椒魚とかの有尾類とか一部のね高山地帯に生息しているムカデみたいな低い温度で飼育しなきゃいけない生き物をこの中で飼育して飼育するための機械にもできちゃいます。まあ、さらにねこの時期もう10月になってくるとだんだん気温が冷えていって室内の温度を一定に保つのが難しいっていう人も出てくると思うんですよね。俺なんかだともうエアコンで一括で部屋温めちゃうんであんまり関係ないんですけども、そういったことができないっていう人はこれがあれば中の温度を31度とか32度とかに設定できますんで、まあ、この中に飼育容器を入れちゃえばね一定の温度で爬虫類を飼育することもできるという素晴らしい機械になっております。でこちら温度を保つというだけじゃなくてファンが中についてて中の空気も循環させてますんで、もう中が酸素が低くなっちゃうとか爬虫類がね窒息してしまうということがないようになっています。で見た目もね黒で統一されてすごくおしゃれなんで、まあ、普通にワインセラーとして使うのもありかもしれないですね。5度まで下げれるんだったら卵が取れない時期になったら普通に冷蔵庫としても使えちゃいますね。だからまあお部屋の中にね置いてもね部屋の景観を損なわないというかインテリアとしても美しい商品だなと思いますね。でこちらなんか常に販売してるわけじゃなくて受注制でね販売してるらしくて、ちょうど今ねデューさんがこちらの受注を行っておりますので、爬虫類のブリードをしてみたいとか一定の温度を保って飼育したい生き物がいるという方はぜひ概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらから予約をしてみてください。うちでねちょこちょこ他にもねいろんな卵が生まれてるんですけども、そちらの卵を全て今こちらのインキュベーターで管理しております。アカアシガメの卵ね、なんか他のオスが乗っかってた感じとかもなかったんで多分無精卵だと思うんですよね。孵化しないとは思うんですけども、このインキュベーターで管理していきたいなと思います。また今後ね何か変化とかありましたら動画にしていきたいと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。